やあ、せつなけいすきだよ。はじめましての方ははじめまして、これまでの動画見てくださったことがある方もはじめまして、もうどんな人でもはじめまして対応するかな、俺は今回はな。ははは。よし、じゃあ色欲第2話が公開されたんで早速やっていきたいと思います。ニューゲーム、どんなゲームかっていうのは気になる人はさ、第1話から見てほしいね。とりあえずホラーゲームってことだけは教えておくぜ。おっと、これ前回もあったな、こんなん。おっと、チャイムや。あ、学校スタートなんじゃ、今回。これが主人公のユミテル君。学生ってことは知っとったけど、制服姿は初めて見るな。イケメンだけど、どっちかって言ったらネクラなタイプだから、あんまり友達いなさそうな、そんな印象のある主人公だ。勝手な俺の見立てだけどね。おっ、女の子から声をかけられた。そんなにネクラじゃないのか、学校では。カメラ目線聞きました。カメラ目線でも見せてきましたよ。こう見たらなんかゴーデンボンバーの桐生衣装に見てくる。おっ、出たー、中途半端なブサイクの女の子だ。この色欲ってゲームと前作のはさ、次の日ってゲームもそうだったけどさ、登場人物の女の子が基本的に中途半端なブサイクだ。可愛くもなく、かといってとびきりブサイクでもないような中途半端なブサイクだ。こんなことを言ったら失礼だけどね。好き。おっと、ちょっと前ブラをチラッと見せてきてるね。ちょっとブサイク度が上がってきたね。一緒に帰ろう。え、鈴木、家の方向違くない？いいじゃん、夢見くっと帰りたいの。ね、一緒に帰ろうね、ダーリン。わ、いいよ。あ、このいいよさ、中途半端のブサイクやけん断りきれんかった時のいいよやな、これ。これ、とびきりブサイクだったらきっぱりお断りしますって言うところやけどさ、中途半端なブサイクやけんな。中途半端なブサイクやけん、ちょっと断りきれんかったところがあるんやな。てるくん、今の気持ちわかるよ。ゆめみくんのお母さんって、例の世界が見えたんでしょ？ゆめみくんには見えないな。俺には何も見えないよ。君の将来とかもな。そうなんだ。ゆめみくんっていつもどっか見てるから何か見えてるんだと思ってた。なんで俺を見てるの？おい。どっちかって言ったらええって言いたりはこっちなんですよね。あとカメラ目線パート2ですね。キリウイン商店での押してきてるのかね。おっと、写真撮れてる。本当にカメラ目線だったよ。いや、カメラあったんかい。え、この学校写真部かい。なんだ、この写真を新聞部に提供しようとしてるのかい。この二人の記事抱えそうな気がするぞ。気をつけろ、二人とも。別に、たまたま見てただけだよ。そうなんだ。絶対、テル君に気がある。例の見る夢の存在。彼女、鈴木レミをはじめ、クラスメイトのみんなは知らない。俺は高校では例の夢を見ることは隠していた。知らない方がいいこともある。母のその言葉を忠実に守っていたからだ。おっと、後ろのロッカーめっちゃ泣いてる。なんだこの学校。ロッカーに穴開けていく妖怪でも出てくるんか、これ。まあ、前作、人魚出てきたからな。十分あり得るぞ。ゆめみくんに霊感があったら解決してほしいことがあったのにな。どんなこと？まさか誰かにいつも見られてるような気がするとか言うんじゃないだろうな。やめろ、お前。お前のことを見るような男なんかおらんぞ。慈悲課長もいい加減にしろ。あ、どうした？こんな噂知ってる？ん？
振られたら死ぬ。あ、いきなりどうしたこの声出して。何それ。あ、2枚目撮られましたね、写真部。昔この学校に振られて死んじゃった女子生徒がいたんだって。はい、3枚目。振られて死んだ。うん。わお。その時から噂が始まったんだって。この学校で告白した女の子が振られるとその子に連れ去られて死んでしまう。そんな噂を信じて告白できない女の子もいるんだよ。うわあ、そんな噂を信じてってそれは言い訳だ。告白しないことをそういう根も葉もない噂でごまかそうとしてる。そんなのただの噂話に過ぎないのにね。根も葉もない噂なのにね。そうなんだ。鈴木もそうなの？どうかな。わかんない。おお、ごまかそうとしてるな。テレ君に気があることはバレバレだぞ。俺には、あと目つきが本当にウド鈴木みたいな感じになってるぞお前もしかして鈴木って名前はウド鈴木を意識して作ったんじゃないだろうか、この目つき。俺はそう思ってきたね。お、これは写真部の写真じゃないぞ。もうれっきとした心霊写真になってる。オカルトだよ、オカルト研究部だよ。あれ、てかこの子さ、眉毛片方しかないこれえ、右の眉毛髪の毛で隠れとるだけよな、これ。え、こう見たら左にしか眉毛がないように見えるんやけど、気のせいよなちょっと雨降りそうだね。ああ、曇ってきたな。うん、あ、あ、なんか、なんか屋上に女の子がいるぞ。あれあれ、なんだ、屋上に誰か立ってる。ゆめみくん、何をしてるんだ。あ、そっか、これはバンジージャンプ部だな。バンジージャンプの練習をしようとしてるんだな、これ。なるほどな、大会が近いんだな。3年生は今年で引退だもんな。おわー、飛び降りた、来た、ジャン、バンジージャンプだ。あれ、でも今足に紐がついてなかったな。あー、自殺違う、これは多分この女の子が天然すぎてバンジージャンプなのにゴムをつけ忘れたんだ。気づいてない。何かいるの。え、鈴木には見えていない。あれが見えたのは俺だけなのか。まさか、レイ、どうしたの。何でもないよ、鈴木のことが若干不細工に見えただけだよ。帰ろう。ゆめみくん、やっぱり何か見えてるんだ。例えば屋上から飛び降りた女の子とか、ゴムをつけ忘れたとか、バンジージャンプ失敗したとか。バリバリ見えてるんや、お前も。いつも何かを隠してるよね。エロ本を隠すように。それどうか、それで例えてほしくなかったけどね。気になる。この秋なんの気、気になる、気になる。はい、オープニングが始まったね。黙ります。
いや、ちょっと最後さ、既視感あったんやけど、ちょっとデジャブなんですけど、いや最後さ、次の日、あの刺繍、あ、恨みっこ次の日第4話のさ、ラストやん、ラストのシーンやん、あれみっちゃんのところやん、これさっちゃんが乗り、敵と入れ替わっとった時みたいになっとったやん、今見たことあるもん、見たことありますもん、次の日ってゲームでなんか関係あるんかな、まさかとは思うけど。ただいまー。ああ、中途半端な部材行くんで一緒に帰らされた。お兄ちゃん、なんだお前は。はルナ、何その格好。ルナじゃないよ、ルナ博士だよ。あ、ルナ博士ですか。あ、ルナちゃん、お前はどの方面に行きたがってるんだ。また何かルナのマイブームが始まったのか。いつもなんか、これがいつもなんか、ルナちゃんの付き合った方がいいかな。おや、ゆめみさん、顔色が悪いですね。何かあったのですか。お前もゆめみだろ。はい、実は学校で。というわけなんです。このさ、ちゃんと付き合ってあげるあたり、お兄ちゃんとして優秀だよな、優しいよな。なるほど、それは夢ですね。ルナ博士、あれは夢なんですか。そうなのです。そのひげつけられて、そうなのですよ。でもな、お兄ちゃんの学校に例の見る夢が現れたのです。例の見る夢とは、死者の記憶が作り出してしまう場所のことなのです。生きている人が引きずり込まれるととっても危ないんですね。はい、ルナ博士、夢を放っておいたら学校に被害が及びます。どうしたらいいですか。調査するしかありませんね。生徒たちに危険が及ばないように夜に侵入するのです。夜ですか。しかしルナ博士、俺は現在高校3年生でして、大学受験を控えています。あ、高校3年生だったんじゃ。勉強する時間が取れないのはちょっと。そしたら働いたらいいよ。働くんですか。あ、ちょっとお兄ちゃんかっこいいから、フォートクラブでナンバーワンを目指そうよ。はあ、ホストですか。私が貢いでナンバーワンホストにしてあげる。ああ、ナンバーワンですか。ですが、ルナ博士、そのお金は母の遺産ですよね。お兄ちゃんがナンバーワンホストになったら、死んだお母さんも喜ぶよ。ツッコミ不在の恐怖、誰もツッコまない、なんだこれは。まずいぞ、完全に ルマのペースに引きずり込まれている。だいたいあの猫は何だ。俺がほとんど面倒を見てるのに、なぜルナの味方をするんだ。ふざけやがって。テル君も大概ボケキャラやな。これがシリアスな笑いってやつか。母さん、母は占い師として活躍し、俺たちに遺産を残してくれた。だが、お金は正しく使わなければ人間を狂わせてしまうだろう。もう狂ってるよ、頭の中がな、こいつの頭の中がな。
母はそういうことを教えて前に死んでしまったのだ。俺が教えないといけない。ルナ、お金は大切だよ。って。第2話、女子高生失踪事件。いや、この流れでこのタイトル出されても困るんですけど、ちょっとどういう心境に聞けばいいのこれ。あとさ、前作、第1話がさ、あの人魚事件だったやん。ちょっと規模小さくなったことない？だってさ、人魚って言ったらさ、ユーマじゃん。もうこんな生物、現実ではいないよって言われてるようなユーマじゃん。それからさ、女子高生失踪事件ってさ、まあ現実でも起こるっちゃ起こるような事件のことに、ちょっとスケール下がったね。スケールが小さくなったね。大丈夫かな第2話。おルナ博士、もういいわ、ヒゲ取れ。てか俺が虫太郎か。あ、取っちゃった。あー、よしよし、普通に戻った。もういつも通りの失局に戻ってくれて俺は助かりましたよ。学校に霊の見る夢が現れ、あの女子生徒の霊は屋上から飛び降りた。もし生前の記憶を繰り返しているのだとしたら、あの女の子はバンジージャンプ部だったことになる。昔あの高校で飛び降り自殺があったのかもしれない。バンジージャンプって線は捨てるんや。なんだ。ネットのニュースを探せばヒントがつかめるかもな。私もスマホいじりたい。いや、バカに持たせるもんじゃないんだよスマホは。さあどうする、てるくん。使い方わかるか？絶対嘘だ。絶対嘘だ。だって君絶対初めて触るでしょ。履歴見てみよう。おお、心得てる。とりあえず兄弟のスマホやパソコンを手に入れた時の一番最初の操作やな、それ。おい、真面目に探せよ。お兄ちゃん、これかな。おっと、てるくんはどんなエロサイトで抜いてるのかな。どれどれ。お、真面目に探してる。いや、そこはさ、なんかいやらしいもん探すところやん。ちょっといやらしいもん探すところやん。普通に真面目に探して何バカやっちゃってるな。2012年9月、飛び降り自殺。思ったより最近だね。知らなかった。北谷キヤコさん。キヤコさん、珍しい名前。そこじゃない。どうして死んじゃったんだろう。自殺ってあるやん。まるまる真下に自殺ってあるやん。可能性もあるか。でもこの記事じゃ理由までもわからないな。北谷キヤコ、彼女がここに現れた霊なのか。だが彼女が善良な霊なら説得できるはずだ。説得して成仏させられれば学校に現れた夢は消えるだろう。でも悪い霊だったらどうするの。そういう時はさ、しがみ代行予防黒崎一護の連絶だ。俺たちには絶やすことができない。逃げるしかないよ。この中途半端に関わろうとするから前作ってか第1話は失敗したんだよな。難しいってことだよな。来ました、学校です。学校に着いたぞ。それじゃあルナはここで待ってて。ルナが念じてくれれば赤い糸をたどって夢の外に出られるからな。お兄ちゃんには私の力が必要なんだね。うわー、第1話パート1から見せてくれるこの殴りたいこの笑顔。でも夢に入ったらお兄ちゃんと話せないね。仕方ないだろう。寂しい？別に寂しくはないけど。寂しいんだねお兄ちゃん。いや、別に寂しくは。寂しいよね。寂しいです。
うわー、右手がうずく。こいつを投げれとうずき始める。お兄ちゃん、これ持っていって。紙コップ、え、なんだん、イニシャル D。 え、この紙コップを助手席、あのシートの隣に乗せてこぼさずにドリフトして配達しろって。え、イニシャル D。 なんだ、え、ルナちゃんイニシャル D 見てんの、影響されたの、こぼしちゃダメだよみたいな感じな。え、なんだこれ。ふふ、さて何でしょう。え、なにこれ、ワクワクさん、これゴミ。本当にゴミって選択肢あるんや。てか選択肢出てくるんやこれ。え、え、ルナルナさん、これゴミ。ゴミ、学校のゴミ箱に捨ててくればいいのか。違うよ、コップの底見てみて。そこ穴開いてる、穴が開いてる、コップの底に穴。お兄ちゃん、わかった？いや、わからん。わかったよ、ルナ。糸電話だろ、なんでわかる、なんでわかるの。俺はわからんかったぞ。視聴者の中にわかった人がいたらコメントしてくれ。多分一人もいない。っていうかコメントしてくれる人が最近一人もいない。寂しい、寂しいや。正解だよ、お兄ちゃん。私とお兄ちゃんの赤い糸が電話になるんだよ。え？え、そういう糸じゃないじゃん。赤い糸ってそういう糸じゃないじゃん。科学も、科学もここまで進歩したのか、この時代。これで夢の中でも話せるね。なるほどね。いや、絶対、いや、理解できんわ、俺は。ありがとう、ルナ。お兄ちゃんに褒められちゃった。すごいけど、すごいけど。さて、どうやって入るか。ん？小国寺なら開いてるよ。は？アイドル。え？てかアイドルとかじゃなくてさ、ドア消えてる。ここ開いてたっけ？いや、開いてなかった、開いてなかった。来た時は閉まっとった。てかドアあった。もうアイドルとかじゃなくてもさ、ドア取り外されとるもん。え、開いてたよ。嘘つけお前。まさかお前がドア外したかお前。え、あの会話の中の糸電話の会話の途中で外したかお前、勝手に。え、ルナちゃんそんなに力持ちだった？お兄ちゃん、どうしたの？どうしたのじゃないわ。いや、なんでもない。行ってくれよ。うわー、なんかが見てる。妹がもしかしたら実は力持ちだったけん。というわけで今回はこの辺で終わりとさせていただきます。もし第2話から見始めたよっていう方はさ、第1話を見てください。もう頑張って第1話を見てください。俺はそれだけが頼りです。第1話面白かったけどね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。ルナ博士、最近視聴者のみんなが全然コメントをくれないんですよ。どうすればいいですか？そういう時は視聴者に対して煽りましょう。煽るんですか？でも煽ったら炎上するんじゃないですか？大丈夫、炎上するほど視聴者いないですから。うわ